どうもショータイムゴルフです。1万以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかっていう。ナイスショー、うまっ。300いいんじゃない。あ、ちょい左か。420ヤード。決勝でってどういうことですか。これが上げてる、すごい。左 OB です。左には気をつけたい。赤。見えない。もう全部左行く。どのクラブも。ドライバーねえのきついな。で、ここは別にそんなきつくなくないですか。そんな長くないですよ、これ。距離的には420って書いてあるけど。うまい。超まっすぐ。どうしたの左行くね。今フェードの感じで打ったんですか。フェードの感じで打ったらだもん。俺はドローの感じで打っちゃうから。なる。ドローで打ってんの。いや、っていうかドロー出るの分かってるから。別に無理にフェード打たないのに普通に振ってる。二人ともフェード一回も打ってなくないですか。打てない、打てない。普通にあったけどね。うん、飛んでな。150ヤード、7番。ちょっと枝がかかってるので右からドローって感じですけど、150ヤードしかないので。だから軽く打って花道のとこまで持っていければいいかな。うん、ドローしか打てないんだね。きついな。うまくない。うまくない。せっ。あ、でかい。ちょっとこぼれた。まあまあ、アップダウンが取れれば完璧。149、6番。はい。これはフェード？カットで。カット、距離落として。前足上がりだからちょっとカットはしづらいかもしれない。これうまでしょ。なんでそんなうまいの。あ、でかい。ちょっとここら辺バランスしてピンの横落ちて越えちゃった。やっぱ6番なんでグリーン落ちてから全然変わんないっすね。あ、いくらかっていくかな。うわ、上げてなかったっけ。上げてる、上げてる、上げてる。ピン手前なんだよね。すごい、うん、乗ってることは乗ってるよ。はい、ショートさんの方が奥に来てました。俺のボールがこれ。これは？いや、難しいっすね、これ。これ厳しいね。厳しいわ。ピン過ぎてからだいぶあそこから下ってるんで。オーバーはしておきたい。オーバーしておきたい。そうっすよね。ショートしたら難しいっすもんね。はじめピンまでは上り、最後下り、スライスですかね。チョイスラ。いや、うまくない。待って、うまい、うまい、うまい。ナイスです。やばい、ここまで寄せた。もう50センチ手前から超下り。ちょっとでも強かったらね、グリーン出ちゃうぐらいの勢い。いやー、勇気がなかったな。そっから下ってんだよね。ダメだこれ。全然ダメじゃん。再びスライス。切れない。早い。やばい。ボギー。ちょっと80ギリ厳しくなってきた。パーパット。
張するなこれ。ちょっとスライス。いやちょっと今引っ掛けませんでした。いやほんと引っ掛けるこれ。左向いてんだもんこれも。あぶね。厳しい、うん、厳しい。映像打てないからこれ。やっぱ木越えじゃないですか、そこに。このバンカーのなんか見えるかな、このバンカーの上あたり狙っていきたい。いやー、やってしまった。あ、でも残った。うん、残ってる残ってる。ちょっと2オンは厳しいですけど、あ、まあでもこのホール角度的にそもそも2オン難しいんですよ。50で、はい、もうナイス、あっち方向。あ、それっぽいかね。それだ。あ、これじゃん。あ、終わった。これどっちでしたっけ。私の左目がいい。左の方が狙える、はい、やばい。左釣ったじゃん。左落ちてきた。左落ちてきた。マジだ。150さっきと同じってことは、さっきよりちょっと軽めに。フェード。この木が邪魔です。ピンはちょうどこの木の裏側あたり。うまい。うわ、この方向全然わかんないけど弱いか、弱いんじゃないですか。え、弱くはないんじゃないですか。筋った。うまっ。超うまい。うめえ。これ信じられないけど。ここです。うまいな、ほんとに。まずパーいけんじゃん。距離は気持ちでコントロールできるね。アンプレじゃなかったらバーディー取れたし。なんだろう、50ヤード。でかくないっしょ。うまいよ。うまい。ナイス。いや、うまいな、今の。うまいよ。めっちゃうまかった。めっちゃスピンかかった。スピン効いてた。低く出て。このウェッジめっちゃスピンかかる。しかもラフからっすよ。うん。はい、ショートさんのバーディーパット。どっちだ。さっきからこれ入ってないんだよ。うん。あ、5フィートどころじゃねえよ。クロスハンドでやってみるわ。途中で変えるんですか。6フィート、7フィートぐらい。いや、いい。うわ、なんか左に切れました今。俺スライスだと思ったんだけど。うん、俺もそう思いました。痛恨のパー。そうでしょ。なんで入んないの。いや、敵はパターだったな、うん、クラブの本数じゃなくて。ショートさん、ああいうの普通に入りますもんね。長いんだよ、クラブパターが。ってことは、俺のはフック。いや、そうね、さっきよりもフックってことでしょ。だからこれフック。そんな曲がんないと思うけどね。カップ右端。俺のだってちょっと切れたな。うん、ナイス、ナイスパー。あ、さすが、アンプレーブルからのパー。さすが。
さすがっすね。どうもどうも。いや今のはでかいな。厳しいね今の入んねえと俺。いやあんなもん悪くなかったら。あれ。何ヤードっすか。190？ちょっとフォロってる。うん、左からちょいフォロー。でかいかな。まあ普通に打てばいいんじゃないですか。でもピン奥だから奥は行きたくないですよね。奥行けなんで。いや今日調子良すぎでしょ本当に。全部すじる。まあ OK、でどっちですか。右端まで行きました。190。いやこれで普通に打っちゃったらでかい。うん、多分でかいと思う。ショートさんのはちょうどいいですか。あ、ピンハイだ。俺はだいぶカットしてだいぶ軽く打った。そっか、じゃあ俺も軽く打たなきゃな。軽くいきます。いや右行っちゃった。いや抜けた。バンカーだけ越えて。あ、バンカー。バンカー行った。なんでだろうな。やばい。でピンはまあそうなんですけど左足下がりで54度で止められるかっていうね。これでいきます。うん、近いんだよねエッジから。しかもこれ砂がない。ちょっと硬い。うまいけどね。うまいけどだいぶうまい。まあ、できる限りのことはやったって感じ。あれが限界。いいな、1回ぐらい。翔太さんの1回も入んねんだろ。回りパット上りの17フィートぐらい。いや左全然入る気配なかったっすね。重い。はい、スパ。いや、だいぶ強気だね。あ、そうだ、俺返しのこと考えてなかった。入ると思ってた。入ると思ってた。下りだし、これそうだ。下りだった。缶みたいだな。外すわけがない。うまっ、肩うまいよね。悪くないね。超うまい。うん。いやー、スライスかけすぎ。こっちの方向、ピンより右に。